中心にある建物か。その、カテキン？ え？ ランはお茶が飲みたいのです。 カテドラル。 ミラージュに気をつけていきましょう。 御使い様はどうして助けに来てくれないんだ。 4年ではこんなことは。 魂のクリスタルはどれくらい抽出できたのだ？ 全人口の4割弱といったところかの。 まさかクリエイターってそんな。 これが連邦のシステムの正体です。 うさんくさいとは思ってたけどこんな騙され方って。 クリエイターが良き世界を作る。その通り、 バハムート軍にとっての良き世界を作ります。一生平和で争いもなく暮らせるし、食べるものにも困らない。ええ、彼らの魂はクリスタルにされ、バハムート王の居城にて平和で争いもなく食べるものにも困らないでしょう。仕事もただ自らエネルギーとなるだけなので、のんびりと生きているというわけですね。 だから嘘はついてないって。ふざけんなよ。そうなのです。こんなの許せないのです。シェルクはこれを知っていたの？私は一度ここに入れられたんです。マジかよ。最初は連邦を信じてクリエイターになりました。そしてここに入り、 魂をクリスタルにされる寸前。ただ本当に偶然、事故でシステムが止まり逃げることができたんです。そして魂を傷つけられた私を保護してくれたのがシンラでした。それで私たちはこの事実を知り、連邦に対抗する活動を開始したのよ。でもこの騒ぎが起きるまではここ カテドラルに侵入は果たせなかったわ。そして分かったの。ここが奴らの居城への入り口だって。ここが？もしかして鎖？あの鎖はクリスタルを運ぶ道？そうです。ここで抽出された魂のクリスタルは鎖を通じて居城に運ばれています。でも、どうやってその鎖の中を通るのですか？ 人はオービトだけが入ることができるらしいわ。アウィンさんから聞きました。
彼女はこの道に入り居城に向かったのです。姉さんが大人でもあるバハムート軍専用の道、ミラージュを使う大人のみが鎖の道を歩めるって。だからなら行くしかないだろう。ラン、だろ姉ちゃん、俺たちしか入れないってならもう絶対行くしかねえって。そうだね。よっしゃ、連中ぶっ潰してこの世界をサクッと救っちまおうぜ。そうすりゃ引き金を引いたかもしれない分はチャラになるかもしれないしな。力が足りないと思ったらもっとミラージュを集めるといいと思うのです。ええ、まだ世界は混乱しています。あなたたちの協力を待ってる人はまだまだいると思います。向こうはあのバハムート軍の本拠地よ。行くときは相応の覚悟で行きなさい。なんだか気持ち悪くなってきた。ミラージュも強いので気をつけるのですよ。逆に強いミラージュを手に入れるチャンスでしょ、ラン。アートマよ。姉ちゃんか。
なんだこれ。ラン、姉ちゃん消えた。ちょっとどうするのです。いや、どうするのです。あれ、普通に呼ばれたのです。ああ、玉まで消えたのです。マジ、どうする、どうする、俺なのです。しばらく。なんで二人とも消えたの、どこ行ったの。ラムラージないです。こっち、どこにいるのです。なんだ、普通の仕掛けなんじゃん。今までだって似たのもあったよな。はいはい、動揺隠すのは終わり。これ使っていけば上まで時間かけずに行けそうなのは分かったけど、今後見知らぬ仕掛けは私に聞く前には触らない。いいわね。はい。だから押すな。Thank you.
ごめん。どうしたの？すごく遠そうでもう心くじけそう。くじけるの早すぎなのです。アウィン姉さんも登ってるんだから大丈夫でしょう。
始めるぜ。おっしゃ、実力通り。
世界に憎悪を振りまく最悪みたいな連中なのです。災難とかか。つまり最悪な連中ってことだな。まあ間違ってはないんだろうけど。かかってきな。不意打ち？
ちょっと待てよ。ま、前回みたいにガンッとやっつけてやるって。あのブレンディレスとかいうやつ絶対本気じゃなかったよね。俺だって本気じゃなかったし。さすがラン、頼りになるのです。ほんと、さすがラン。まあな。いっぱい？マジで？そうなのです。中でも特に謎数字を持つ連中はとてもとてもとてとて凶悪なのです。名前があるやつ、たった一人で滅ぼされた世界も数多いのです。その世界にセイバーたちは？もちろんいたのですが、いなければとっくに三千大戦世界全てが滅ぼされていると思うのです。って、もしかしてあいつら3人とも名前あるんじゃね？そうなのです。あいつらは名前を呼び合ってたのです。
そもそもナーリが3人も一緒にいるのは初めて見たのです。大丈夫、私たちだって一人じゃないし、たくさんのミラージュも一緒だよ。だな。よし、やってやるぜ。かってきな。Thank you.
と待てよ。突然何？私の祈り届けます。